2016年ロステレコム杯は2016年にロシアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2016-2017ISU グランプリシリーズの第3戦である。2016年ロステレコム杯は2016から2017年シーズンに開催されたロステレコム杯。 2016年11月4日から6日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、モスクワのメガスポルトで行われた。今大会開催国の統括団体である、ロシアフィギュアスケート連盟に対しては、各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングル9月15日、ゴルゼイ・ゴルシュコフが、追加招待された。9月23日、 ゴルジェイ・ゴルシュコフの出場が取り消された。10月17日、ゴルジェイ・ゴルシュコフが再追加された。女子シングル10月12日、ポリーナ・エドモンズが右足首の怪我により出場を辞退した。10月17日、アナスタシア・ガルスチャンが追加招待された。ペア9月29日、アレクサ・シメカ、クリス・クニエリムグミが病気の治療のために出場を辞退した。 9月30日、ゴーダ・ブトクテ、ニキータ・エルモラー・エフ組が追加招待された。10月17日、カーステン、ムーア・タワーズ、マイケル・マリナロ組が出場を辞退した。10月17日、クセニア・ストルボア、ヒョードル・クリモフ組がストルボアの骨膜炎のために出場を辞退した。10月25日、アリサ・アフィモア、アレクサンドル・コロビンが追加招待された。 アイスダンス9月15日、ソフィア・エフドキモは、エゴール・バジン組が追加招待された。各競技の上位成績者には、2016、2017、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000メールを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、 シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。ありがとうございます。